藤沢組は、日本の実業家、経済評論家、キャスター。ソフィアバンク代表、社会起業家フォーラム副代表、人を大切にする経営学会副会長、リンチャース株式会社戦略顧問。その他に、一般財団法人投資信託協会理事、一般社団法人日本証券業協会理事、株式会社静岡銀行取締役、 トヨタ通商株式会社取締役、株式会社、サイネックス取締役、株式会社クリークリバー取締役、株式会社キャンプファイア取締役を務める。トレンダーズ株式会社監査役、シンメトリー、ジャパン株式会社取締役、株式会社東日本大震災事業者、再生支援機構取締役、ミュージックセキュリティーズ株式会社監査役、 法政大学大学院客員教授などを歴任した。公職として、文部科学省参与、情報通信審議会委員、沖縄振興審議会委員、経済産業省、総務省、内閣府等の各研究会委員を務めるほか、金融審議会委員、内閣府新 IT 戦略会議専門評会委員、産業構造審議会地域経済、産業文化会委員、 税制調査会金融省委員会委員、金融担当大臣金融経済、教育懇談会委員を歴任した。大阪府生まれ、奈良県出身。1989年、大阪市立大学生活科学部卒業後、国際投資委託に入社。1992年、英国系のシュローダー投資に転職。1994年、米国系のローバーアーグ投資を経て、 さらに数社に勤務。1996年、日本で最初の投資信託評価会社、アイフィスを設立。1995年4月株式会社アイフィス、代表取締役。アイフィスが1999年に、スタンダードプアーズに売却された後も、引き続き同社のディレクターとして、経営に関与した。2000年、孫正義に見出され、 ソフトバンクグループの講演でシンクタンクソフィアバンクの設立に田坂博士と参画。取締役を経て2004年にシンクタンクソフィアバンクを運募して副代表に就任。本業の傍ら NHK 教育テレビ21世紀ビジネス塾でキャスターを務めるなどセミナーやテレビラジオ、雑誌などを通じて経済や経営について解説している。最近では 地球温暖化、エネルギー問題への提言も行っている。他、ありがとうございます。